回座っていいですか。こちら一回座っていいですか。手が痛い。これ取ってもらっていいですか。ハサミ、はい、手が痛い、しびれちゃって、はい、手手これハサミがない。ハサミがない。松野さん、多分松野さん、いやいや、あ、くよくん、パパだと思う。釣りって強いからさ、やっぱり強い感じが。こんなやる気は湧き上がってこない。なんか理由が見えてこない。試合初めてです。どう盛り上げていいのか分かんない。干渉しちゃうんだよ。向こうに何も言わせないよ。ワンサイドに使った。やってねえな、なんか抑え込んでたみたいな感じ。ブリッジは強いからな。最後の十字も鳴ってたんだけどさ、足がずれてたね。じゃあここずらせばよかったね。あ、で、草履く。いや、でもよかったよ。干渉だし。またつまんねえしやつだ。思ったよりスピードもなかったな。サンランド目はもう向こうはめちゃくちゃ疲れてたね。そうですね。いや正直あんなにマウントで抑え込めると思ってなかった。返せないの前提で作戦立ててたから。ありがとう。いや、こっちもパワーすごいね。いや、全然。ありがとうございます。いや、本当お互い盛り上げて。いや、本当頑張りましょう。もう、じゃあ。上でやりたいですよ。くっそー、でも、動けなかった。十字ダメでした。いや、入ってましたよ。もう今動かないです。ここで、ここでと思ったんで。いや、本当ありがとうございます。いや、本当ですか。ちょっと言ってくれて。いやいや、もう。じゃあ、また。あ、ありがとうございます。また後で話しましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。同い年なんで頑張りましょう。そうですね、同い年だから。はぁ。そうですね、ありがとうございます。まあ、試合終わればもう、ファイター。もうそうですか。盛り上げるために戦ったもの、分かり合えることある。